ボーイキューンボーイケントキュームは MLB の第5代コミッショナー、アメリカ合衆国の弁護士。メリーランド州タコマパークに生まれ、ワシントン DC で育った。2007年3月15日、肺炎による呼吸不全のため、フロリダ州ポンテベドラビーチの病院で死去。オーナー、選手会、ファンなどとことごとく対立する喧嘩腰の強い人物であった。 自己中心的なオーナーには資格停止、あるいは罰金を課した。選手会とはフリーエージェント制導入をめぐり激しく対立。選手会委員長のマービン・ミラーはキューンを宿敵と呼び、キューンはミラーを鳥小屋を荒らす狐と非難した。また、コーチだったウィリー・メイズとミッキー・マントルのカジノとの兼業を認めず、この二人は球会を離れた。そのため、ファンはキューンが、 9階から追放したと非難した。この二人を賭博に関与したとして、資格停止処分にしたこともある。また、在任中に起こったカートフラット事件では、フラットが願い出た、フリーエージェントを認める申請を拒絶。フラットの提訴によって法廷に持ち込まれ、最高裁まで争われることとなった。これを契機に1975年に、年俸調停制度とトレード拒否権。 1976年にはフリーエージェント制度が成立することとなった。1977年9月3日に大沢春が通算本類打数世界記録を更新した時キュームは世界記録であることは認めるが大リーグ記録ではないとの声明を発表している。球団数拡張、ワールドシリーズのナイター開催、アメリカンリーグでの指名代打制の導入、 ディビジョン製の導入などの功績も残している。1969年の MLB、選手平均年俸は約19000ドルだったが、1984年には約33万ドルにまで上昇した。2008年にベテランズ委員会によりアメリカ野球伝道入りを果たした。ありがとうございます。